日本次期戦闘機開発加速化で、2023年 DSEI ジャパンに、DF3 戦闘機モックアップ模型が登場との情報をキャッチしました。今回は、このモックアップ模型で本格開発される F3 戦闘機開発を詳しく見ていきますね。F5 戦闘機開発が、これで準国産へとつながる、もう始動しているのかもしれませんね。楽しみです。2023年3月15日から17日までの3日間、千葉県の幕張市の幕張メッセおいて開催された展示会 DSEI ジャパン2023では、日本がイギリス・イタリアとの間で共同開発を進める GCAP グローバルコンバットエアープログラムの展示も実施された。今回の DSEI ジャパン2023で披露されたのはGCAP グローバルコンバットエアープログラムで開発される戦闘機本体のモックアップ模型であり、目にした大多数の目にアメリカの F-22 ラプターとの類似を感じさせた模様である。まあ、機体そのもののステルス性能を追求し、双発の機関部を備える戦闘機となれば、仕様上からもいわゆる第5世代戦闘機の走りである F-22 ラプターと共通する点が多く、外観が似てしまうことも致し方ないのかもしれない。ちなみに、DSEI ジャパンという展示会自体は、4年前の2019年から開始されている催しであり、日本における最大規模の防衛・セキュリティ分野の展示会と目されており、防衛装備庁をはじめとする日本政府機関の後押しを受けている。こうした日本の政府機関の後押しという、成り立ちもあって、今回の DSEI ジャパン2023における具体的な展示内容も、非殺傷兵器に限るという制約があり、海外で行われる軍需関連の展示会とは少し毛色が異なっている。ただし、個人的には仮に DSEI ジャパンのような催しの中で非殺傷兵器に限定しない展示が可能となったとしても、その分野での具体的な輸出実績を持たない日本の各企業は、そこで示すべき内容は乏しいと考える。したがって、政治的な意味合いから、展示物を非殺傷兵器に限ると自主規制しているというよりは、そもそも、それ以外の自衛隊のみで使用されている兵器の拡販は、基本は困難いうのが、実際の状況ではないだろうか。さて、そんな、今回の DSEI ジャパン2023では、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムに関する新たな契約が結ばれたことが明かされ、日本、イギリス、イタリアの取り組みが本格化していることを裏付けた。ここで明かされたのは、日本の三菱電機社と、イギリスのレオナルド UK 社、イタリアのレオナルド社とエレクトロニカ社の4社間の契約の締結であり、アビオニクスのミッションシステムについての協業を行うという内容だ。三菱電機社は、現行の F2 戦闘機のアビオニクスの開発と製造も担当している企業で、イギリスのレオナルド UK 社は、テンペスト計画でも同分野を任されており、すでに両社は2018年から、レーダーの共同開発を行っている。ここに、イタリアのレオナルド社とエレクトロニカ社が加わることで GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいても、日本、イギリス、イタリアの3カ国の協業体制が本格化したものと言えるだろう。また、こうした3カ国の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムに関わる企業の契約が進むのと並行して、政治面でも、この3カ国による各国の次期戦闘機の共同開発の推進を進める会合が日本で実施されている。これは3月16日に防衛省内において実施された会談であり、日本の浜田防衛大臣、イギリスのウォレス国防大臣、イタリアのクロゼット国防大臣が集い、GCAP、
グローバルコンバットエアープログラムの重要性を改めて示した。浜田防防衛大臣は、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを通じて、次期戦闘機の開発を行うことは、イギリスやイタリアとの今後の長期間にわたる協業関係のもとになるという点を、かなり力強くアピールした。各国の次期戦闘機は、今のところ、2035年を目途に、実戦配備を目指すスケジュールでの開発を目指しているが、一度開発すれば、その40年とも見される運用期間を通して、協調を行うことにつながることを改めて認識させた形である。これは、日本にとってもは、現在唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカに次いで、ヨーロッパのイギリスやイタリアへも安全保障の枠組みが広がる可能性を意味しており、大きな意義を持つことになるのだろう。この日本、イギリス、イタリアの3カ国の防衛及び国防大臣による会談の席には、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいて、各国の中でそれを統括する企業の代表も同席したことが報じられている。これは、日本では三菱重工業社、イギリスでは BAE システムズ社、イタリアではレオナルド社の3社であり、これらの企業は、各々の国の次期戦闘機開発において、主幹企業となり、プロジェクト全体を取りまとめる立場を担う。こうした展開を迎えることは、わずか3年前の2020年時点では、日本側は、次期戦闘機開発に際しては、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援を仰ぐ企業として選定が行われたことを思い起こせば、かなり大掛かりな軌道修正だと感じる。すでに、その時点でも、一部の要素、つまり前述したようなレオナルド UK 社とのレーダーの共同開発などは表面化していたとはいえ、基本的に、あらゆる兵器体系をアメリカ型のシステムで構築している日本が、こうした動きを決断するとは、個人的は正直思えなかった。イギリス側は、自国が主導するテンペスト計画への日本の参画を当時から希望していることは報じられていたが、その枠組みを少し変えた GCAP、グローバルコンバットエアープログラムが現実のものとなると、予想した人は少数派だったはずだ。その意味においては、日本の次期戦闘機開発は、今後の日本の安全保障のあり方についても、大きな影響を及ぼす可能性があり、今後、フランス、ドイツ、スペインが進める計画と統合ということにでもなれば、ますます重要度は高まるだろう。そんな状況下、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムについて、新たな情報として、一部の報道、具体的には、イギリスのロイターであるでは、その開発費用の負担の割合についての記事が掲載された。これによれば、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける開発の負担は、日本が4割、イギリスが4割、イタリアが2割になるとの情報が、関係者への取材で判明したと述べており、非常に興味深い。これが事実であれば、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける主導権は、費用的には、日本とイギリスが、対等で、イタリアが一歩引いた形になるわけだが、公には、いずれも国の機関も、その内容を認めていない。日本の防衛装備庁では、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを推進するため、合弁企業の、設立や各国が担当する分野についても、現時点では協議中で、もちろんこれらに関連する費用分担も、決定事項はないというスタンスである。また、イタリアの国防省は、自国の負担割合が、日本やイギリスの半分であるとする、この報道を、憶測に基づいた記事であると、コメントしており、
イギリスの国防省も同様に全てが未だ協議中であるとの認識を示している。個人的にはロイターほどの報道機関があからさまな憶測や推測だけでこうした記事を発表するとは思えず、オフレコの取材の中で手応えを感じているからこそ公表したのではないかと今の状態を眺めている。ただし、一国だけ開発費の負担の割合が少ないと指摘されたいイタリア側からしてみれば、あくまで参加国が同様の比重で費用負担をしないということは、国家としての威信にも影響を与えかねない問題なので、いいとは認められないだろう。ただし、今回のロイターの費用負担の件が仮に事実であったとしても、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムのための合弁企業の拠点は、イギリスのロンドンに置かれる公算が高く、日本の立場も安泰とは言えそうもない。